こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、ミントさんかな、ありがとうございます。ロビーの試し打ち場でイカバルーンを消せる方法を見つけました。ほう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 、方法だけにね。1、イカバルーンにダメージを与えていない状態でバルーンの根元にスプリンクラーを設置、ぴったり同じ位置。2、素早くバルーンのダメージ音が聞こえない距離まで離れる。はい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 。3、戻ってみるとバルーンが根元から消えます。やってみようぜ。スプリンクラー持ってるよ俺。スプリンクラー持ってないじゃん。まさかのスプリンクラーがない。あー、喋り出した。はぁ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 。もうなんでこれキャンセルできんくなったんかね、武器地のバレにすっか。そうでしょ。オッケー、ロビーがいいよな。ちょっと塗っとくか。素早く離れんにゃいけんっていうことで、めちゃくちゃ塗れるじゃんバレル。ぴったり同じ位置になるように投げて逃げる。でダメージ音が聞こえなくなるまで離れる。よし、この辺でもう聞こえてないな。これで戻ると、消えた。全部消そうぜ、全部消そうぜ。それうわー、まだいるなあいつ。ぴったり同じ位置。よし、 OK。これでもうダメージ音などは効かない。効かなければ聞こえているという判定ではないの。いやー、いるなー。なんでだ、全部は消せんのかね。ティンティティンティン。うわー、いやいや。そうだよね、そうだよね、天井につけるとそうなるよね。そりゃそうだ、知ってた。めちゃめちゃ音聞こえるな。ダメだ、2個以上は消えんのかね。それでも本当にぴったり同じところにたまたま一番最初になっただけなのかな。こうして、消えた消えた消えた。よしよしよし、ぴったり同じだったんだ。撲滅作戦スタート。消えたんじゃないか、消えたんじゃないか。さあ君も仲間のところに送ってあげるよ。消えてる消えてる。はっ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 は。さあ君たち、自分は大丈夫だと思っていなかったかい。魔王は逃さないよ。あっはっは、跡形もなく消えておるわ。高みの見物といこうか。消えてるな。スプリンクラーはね、近めでポイってやって、じゃあさよならってね。消えてる。これで振り返るとそこにはもう誰もいない。あれ君、自分は距離が取れないから安全だと思っていないかい。バカ言っちゃいけないよ、逃さないんだからね。消えたな。もちろん網の上だって例外ではないんだよ君。ほれ、消えた消えた。ど真ん中にある、そして離れる。シュン、消えた。よし、あらかた動くやつらは消えたな。さあそれではお待ちかねの、動くやつらは消せるのか。えい、ララ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 、イカロールができない。どうやらあれだな、動くのは難しいよね。じゃあ最後、このでっけえやつらはぴったりやって、消えないもんな彼らは。なだから多分望みは薄だが。何あれ、スーパーサイヤ人みたいになってるな。ババババババ。あれはあれでよし、かっこいい。
うわーい。なくなったぞ、全部。イカバルーンを消したぞ。ユーン、ユーン。よーし。オッケー、消えました。さあ、邪魔な存在を消すという。私は魔王でございまして。どういうことかというと、ネームプレートのね、二つ名を見てください。スポーティー、スポーティー魔王スポーティーなのか。魔王っていうのがね、あってね。どうしようかな。人気が出てきた魔王にするか。これにしましょう。なんだ、魔王っぽいネームプレート手に入れたぞ。あれにしよう。じゃん。人気が出てきた魔王。団長だしね。OK! という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。何か面白い、こういうね、人に迷惑をかけない系の小ネタが、大好物でございますので、何か見つけたら、YouTube のコメント欄で教えてください。待てませーん。さあ、続いていってみよう。じゃん。YouTube の王になりたい人。ヒカキン氏かな？アルさん、いつもお疲れ様です。広島の方言で届かないときに、たまんって言うじゃないですか。うんうん。でも、普通に届くっていうときは、なんて言うんですか？気になりました。長文失礼しました。OK。そうなんですよ。僕、広島のね、訛りがあるみたいで、まあ、広島出身、広島育ちなんですけど、届く、届かないっていうのを、たう、たわんって言うんですよ。例えば、こっから、敵に攻撃が、これ、たう。あ、たうって言います。届くっていうときは、たうと言います。で、動いてる奥の奴らにはたまんじゃん。ほら。立ってないね、みたいな。ただ、武器を変えると、例えばさっきの、バレルスピナーにすると、はい、これでタウ。あそこも、タウ。届く、届かないが、タウ、タワンって言いますね。なんか、それがね、結構ね、自然に出ると、タウって何ですかみたいな。タワンって何ですかっていう質問があるんですけど、そうだよね。なるべく標準語でやるようにしとんだけど、ちょっとね、興奮してきたら、広島弁が出るけね。そう。広島弁の実況者です。よろしくお願いします。あれです。魔王です。広島弁の魔王とかいいな。広島弁って出てこんかね。アップデートでお願いします。OK。さあ、今日はちょっとね、今からちょっとヒーローモードに行くんですが、いくらを取ったら即終了！痛風は辛いよ。のデモンストレーションをやっていこうと思います。はい、スプラトゥーン2でですね、大人気企画だった、痛風は辛いよという企画がございまして、ヒーローモードのステージあるじゃないですか。あれのイクラを取らずにステージを攻略していくっていうね、やつがあったんですよ。なんか、イクラってね、いっぱい落ちとったり、敵を倒したり、あとオレンジ色の木枠を壊したりしたら、イクラが出てくるんですよ。それをなるべく取らないようにして、進行上絶対取らにゃいけんようなやつはあったんだけど、それはしょうがないイクラ。取ってもしょうがないよ、痛風にならないよっていうイクラとしてやっていく。で、めちゃくちゃ面白いんですよ。自分で言うのはなんですけど、僕やっとってあれめちゃくちゃ面白かったんですよ。で、しかもね、見ていただいてる方からもかなり面白い、ですよっていう風な評価はいただいておりまして、数字的にもね、視聴者維持率っていうものもね、かなり高かったんで、3でもやらないんですかっていう声をたくさんいただいておりました。ただ、3って、オクトみたいに、こう、お題クリア型の面が多いじゃん、ステージがね。じゃけ、どうなんかなということで、このクリエイターのところでできるかどうか、まずちょっとデモンストレーション、デモンストレーションとしてやっていきます。まあ、こんな感じですよっていうところですね。ナンバーワン。衝撃。クリエイターの奥地にタコは存在した。ここ行ってみましょう。行こうか。とりあえず、この風船とかを壊してもイクラがあるんで、あるね。はい。こういう風に1取ったじゃないですか。そしたらもうダメです。スタートからやり直し。よーし。でね、任天堂さんが結構ね、イクラを鬼畜配置してるんですよ。で、この辺はもうオレンジの箱とか、風船を壊さんかったらいけるけ。ちょっと行きましょう。で、こういう風にね、木箱の隙間もあったりするんで、まあ最初は余裕ですね。ここも、おれ、よし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 。で、ここも余計なことを考えずに、こういけば、まあ最初のステージなんでね、絶対余裕なんですよ。ガシャーン。お、そうか。
でもあのタコは多分倒さんでもいけるような気がするんだよね。で、2ではね、ブラスターを使ってやってたんですよ。ブラスターって爆発広がるじゃん。それで、予期せぬね、イクラを取ったりして、やり直しが何回もあって、僕の精神は崩壊していったわけなんですが、3のヒーローモードってこのヒーロー装備しか使えそうないけんね、どうすっかなーって考えながら、まあ、デモンストレーションをやっております。1の1余裕じゃね。あ、100。設定上、イクラをたくさん食べすぎると痛風になりますよっていうことで、イクラを避けております。いけるっていうか、難しくないな。難しくないとやる意味がないんだよ。ナンバー2行ってみよう。お、ここはいいじゃん。結構イクラが、ほら遠くに見えますでしょ？壁にひっついとったりね。ああいうイクラを避けていくのが楽しいんですね。行って、危ねえ。いや、危なかった、今。ほう、こういう風にね、意地悪いくらが、ほら、見て、この配置量。で、あの、イカフライ、イカリングを通っても、いくらが手に入ってしまうんで、気をつけましょうね、みんなね。よし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 。で、行こう。よし。いいぞ、ここだんだん楽しくなってきたぞ。ほら、見て、このいくらの数。やばい。ピッ。あ、危ない。このイカリングを避けて、で、敵を倒さずに行くのが、はい、こういうところあるんですよ。こういうところはね、もう端っこから。うーしょ、危ねえ。あ、取った。あー。よし。ここも、端っこ。さあ、お帰りなさいませ。これもしかして、ここ行かんでいいんじゃない？もしかすると。ここで、あ、なんだよ。ああ、危ない。なんだよ。あそこ行かんでよかったんじゃん。でも1回目行けたもんな。ちょっと行ってみようか。やべえ、敵に見つかった。やべえ。よし。もう逃げの一手しかないんですよね。見つかると。ここ。端っこで。ほい。やるんじゃなかった。やるんじゃなかった。こう上に気をつけたね。イクラってさ、インクが当たっただけでこっちに飛んできよるから、そこ怖いよね。よし。危ない。よし。ヒーローは急には止まれない。やば。人型になっていこう。ああ、そこにもあるぞ。よいしょ！怖えー。この絶妙に避けれる配置になっとるっていうのがね、やっぱり任天堂さん、誰かこういう企画をやるんじゃないかなって考えてたと思うんですよね。こうして、何？あ、あそこ近道できそうじゃん。でも、いくらがあるな。いや、待てよ。これは、皆さん、これ覚えておいてください。壁はね、この、これで登るんです。このチャポチャポで。そうすると、意外に余裕でしょ？山ってめちゃめちゃかかるな、時間を。登りで、よし。あ、ゴールだ。あ、危ねえ。何この。ちょっと待って。あ、やだ。危ない。ちょっと。封印されてるゴールが。よいしょ、オッケー。いける。楽しい。よし。うわ。いけそうですね。めちゃくちゃ楽しかった。オッケー。ちょっと、これ、多分ね、動画の最後に、おまけコーナーとしてついていくような形になると思うんですが、2の時はね、1つのステージ2時間ぐらいやったりするところもあったんよ。でそうすると、さすがに編集してまとめてもね、40分とかっていう、長尺になるんで、そうなった時は、もう痛風は辛いを1本でやったりとかしてましたね。これね、深夜やってるんですけど、精神がだんだん壊れていくんですよ。ただ、僕、いいことがあって、痛風辛いをやった上で、こう身につけたいいことっていうのが、ゲーム実況する上で素が出せるようになったんですよね。ついに。5年やってるんですけど、なかなかね、素が出せなかったんですよ、僕。鼻歌歌いながらゲームしたりさ、文句言ったりゲームしたりするじゃん。普通って。ただ、それをね、録画してるってなると、いい子ぶりっこして、やだわ、今、いくら取っちゃったわ、みたいな感じの、
当たり障りのないことしか言えなかったんですが、ふざけんじゃないよみたいなね。誰だよそこにいくら置いたな、アホンだなみたいな感じの素が出せるようになったので、まあ、ゲーム実況者として一つ皮が剥けたのかなと思います。これからもねちょっとちょいちょい痛風は辛いよっていう企画なんですけど、それをやっていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。 OK じゃねー、バイバーイ。